獣医学部の難易度を総計、上理、マーチで例えるとどうなるか。まず、国公立の獣医学部の場合、科目数が私大よりもかなり多いため、総計、上理、マーチとは比較できません。同じ国公立で例えるなら、難易度は旧帝大レベルで、くっそ難しいです。最低でも、東北大学や名古屋大学に受かるぐらいの学力は必要なんで、受かる人は相当なエリート。僕は絶対に受からないです。次、私大獣医学部の場合、よく人間の方の医学部は最低でも総計、理工レベルと言われますが、私大獣医学部はそれほど難しくはないです。難易度は、慶応の薬、上智、理科大、明治と同じぐらいで、関西で言ったら同志社から。これはあくまで理系の偏差値の中での話です。私大獣医学部は超難関とまではいかないまでも、入るのに多少努力は必要です。とはいえ、入試問題自体は超難問は少なく、マーチ2コマぐらいの問題を当たり前に早く正確に解ければ普通に合格はできます。何か質問がありましたらコメント欄にお願いします。